今日はメイクをしないで生きてたんですけど、さすがにやばいかなと思って今メイクをしました。ナチュラルメイクです。この間セーラービーナスの、大好きなセーラービーナスのリップとリップ&チーク買ったんですけど、なんか可愛いから買ったんですけど、意外と色が良くてめちゃくちゃ好き。今すごいハマってる。というわけでですね、今日はアカペラで歌を歌います。よいしょ。どうしよう、何を歌う。とりあえず窓際ラバーをなんかすごい歌ってほしいみたいな言われてて、でなんか最近、ね、すごい一番聴いてると思う。窓際ラバーしか聴いてないぐらい、もう窓際ラバーずっと聴いてたから歌おうかなって思いました。キスポジションは歌えません。なんかすごい今日声低いね。しかもなんかすごい色がない。あのね、キスポジションはなんかあのルミさんのピオポジションがすごいね。あのね、頭から離れなくて原曲がわかんない。あなたとというわけで窓際ラバーを歌います。ネクストポジションさんの窓際ラバーを歌いたいと思います。ね、本当にね、ちょっと本当にね、あのね、今ね怖い。歌えるかな。それでは歌いたいと思います。すごい今日テンポ良すぎ。いや笑う。てててて、てててえ、どうしよう、どうやって歌えばいいんだろう。どうやって歌い出せばいいかな。歌います。すごい顔光った。出た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 。カーテンが風に揺れて、青空が物欲しげに見える。午後から古文の十個、午後から古文の授業は眠くなってしまうよ。朝き夢見し、君のことが気になるんだ。前のそのせい、振り向いてくれん、向いてくれたらもう少し頑張れるのに。願ってみる、教室の片隅で恋をしてる。そばにいても遠くの人、ゆっくりと過ぎてゆくハートの針、ハートの針。変わらないこの距離に切なくなる。もどかしい窓際ラバー。ちょっとあのさっきまで、さっきまであの歌ってたんですけど、ちょっと分かんなくなっちゃった。なんかカラオケボックスから配信したい、新野さんが言ってたよね。
なんかさ、あの音程バーが欲しい。逃げだ逃げ。ちょっとなんかさ、これつけるとさ眩しい、なんかテカるし顔が。どうしよう、これつけるとテカるんだよね。夜風の芝座か。なんかライトないとね、なんか色がやばい。夜風の芝座か、泣きながら微笑んで。どうしよう、泣きながら微笑んで、どうしよう。あとね、心の端のソファーも好きなんだよね。どうしようかな。泣きながら微笑んでだって。泣きながら微笑んで歌います。これはね、カシミの人もね 100% ね、絶対間違えない自信があるんですけど、見ます。ゆか、え、夜風の芝座、夜風の芝座、わかんない。夜風、え、泣きながら微笑んで歌います。なんだっけ、最初イントロ。タタ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 タ優しさが脈を打て温かくなる。風に舞う粉雪は愛しさのように溶けてしまう。泣きながら微笑んで、あなたを見送りましょう。何度も立ち止まって心配そうに振り返るけれど、泣きながら微笑んで一人になれるまでは、ここからまだ動けなくて、そっと手を振り、小さくなる思い出の近くにいたい。あ、ちょっと外れた。明石夏子さん、そうですね、明石夏子さんと矢吹奈子さんが AKB48 ショーで歌ってるのを見て、すごい矢吹奈子さんの歌声すごい可愛いじゃないですか。で、夏さんもすごい可愛いから、なんかわぁ、めっちゃいい曲って思って大好きになった。最初ね、ちょっと外れてたね。なんかもうずっと外れてた。途中もね、何回か外れました。わかんない。はい、そして川島さんがもう一曲歌いたいって言ってた曲、あ、出会いの続き。え、でも出会いの続きじゃなくて夜風の仕業歌います。今からえ、待って、やばいやばい。そう、夏さんが公園でって言ってたんですよね。本当にもう今日は本当にソロ曲しか歌うつもりない。
恋愛の続き、恋愛の続き、でもなんか恋愛の続き、夜風の仕業歌います。タタ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 、オレンジ色の三日月が空の端っこで拗ねてるみたい。電話くらいできなかったの、あなたが憎たらしい、ずっと待ってたのに。今日は仕事が忙しいことなんて私に言ったって、私にだって分かっているけど、一人きりのアスファルトは足元が寂しすぎて、空き缶の一つ蹴りたくなる、泣きたくなるほどあなたに会いたい。今すぐこの空を飛んで行きたい。どうしてこんなに好きになったんだろう。本気になるつもりはなかった、夜風の仕業。はい。雲がかかった三日月だ、歌わないけど2番。この曲はそう、柏木由紀さんがなんかあのチーム B さんが好きだったんですね、もともと。であの真由紀凛さんが好きだったんですけど、あのそうですね、なんかずっと聴いててよく、でオーディションの時に歌おうと思ったんですけど、絶対この曲歌う人いるだろうなって思ってたんですね。だからやめたんですよ。そしたら本当にいて、それが9期生にいるんですけど、まあそえあのそれが9期生の新野姫香って人なんですけど、本当にこの曲にしなくてよかったなって思って、かぶってたら絶対自分が落ちてたと思うから。池田は最終ベル歌ってましたね。そうなんです。だから多分この曲、同じ曲歌ってたら多分落ちてたと思うから、本当に本当にこの曲選ばなくてよかったなって思ってそう、アンパンマンガチ勢の新野さん、やっぱり同じ曲選んだら負けだと思って曲選んだから、48は絶対なんかどの曲も被るなと思ってエビキューさん歌ったんですあ、そうです。あとこの曲は増田優香さんが歌ってるのがすごい好き、増田優香さん歌ってるのがすごい好き。そう、最近ね、新野さんとね、もうカラオケがね、もう趣味みたいなものになってきてる。私立恵比寿中学さんのまっすぐって曲を歌ったんですけど、あれですね、ちょっと歌ったらダメなんですね、歌ったらダメだから歌わないんですけど歌いました。新野さんはもう一緒にずっと48の歌歌ってる、48の歌歌って、あとなんかもう新野さんはなんか現代っ子が歌う歌めっちゃ歌えるからすごっと思って、なんかもう川島さんは何も分かんないんですよ。カラオケ手取り、なんだろう、なんだっけ、思い出せない新野さん、違う、なんか現代っ子の歌っていうのは、なんかあいみょんさんとか歌えるのすごいなと思って。でもなんかもうね、新野さんはあれだから、あの某
そう、あの某雪の女王様の映画あったじゃないですか。あの歌を全力で全力で歌ってたら声が大きす、声量すごすぎてマイクに音が入らないっていう、めっちゃ面白くてね、新野さんがいる。90点だよね。なんか新野さんとカラオケ行きすぎて、なんか最初の頃は、まあ、86、78ぐらいだったんですけど、なんかどんどんなんか最近90点普通に出るようになってきて、モーニング娘。さんは新野さんがいる時は歌ってないかな。あ、でもスマイルエイジさんとか歌ってる。私が勝手にスマイルエイジさんとか歌ってる。なんか最初にまず48歌って、で SKE も1曲目は絶対 SKE 歌ってるんですけど、 SKE 歌って SKE をめっちゃ歌った後に48のなんかちょっとずつ公演曲とかになってて、でもちょっと満足してきたら一回ハロープロジェクトさんとか川島も、あと新野さんはその好きな曲を歌ったり、もうなんかもう、ね、あと今日は君がよう歌いました。公演やるとかはないかな。でもこの間はブルーローズ禁じられた二人みたいな、雨の動物園はちょっとあれなんですけど、そう、君がよ国歌斉唱しました。なんでカラオケに君がよがあるんだろうってずっと気になってるの。あの入る前に一人カラオケ行った時の履歴あったんですけど、もうなんかね、あの SKE はカンガルーとかあの不器用太陽とか歌ってて、でもなんかもうキュートさんばっか歌ってて、キュートさんとスマイルエイジさんとかアンジュルムさんとか歌ってた、あとベリーズ高校さん、そう、アラナは歌がうまいっていうか、あのアラナさんは姑息な手を使って点数上げようとするところが好き。人の履歴は見ないかな。もうなんか自分たちのカラオケに必死。出会いの続き歌います。そう、ビブラートとかなんかわーみたいな、わーみたいな言って、めちゃくちゃビブラート稼ごうとしてるところが好き。あと拳、もう本当に好き、かわいい、面白いよ本当に好き。出会いの続き歌うんですけど、あの出会いの続き歌んなんかね、ちょっとね、本当に今日やばかったからね、ちょっとあれですね、テクニック、そう、テクなんかもう語尾に無理やりなんかなんだかなんだかーみたいな、伸ばすところをひたすらビブラートしようとするところが好き、面白い。恋愛の続き歌うんですけど、本当にあれなんでやばいですね。川島は渡辺麻友さんが好きだったんですね。最初のアイドルを好きになるきっかけ、 AKB48 さんを好きになったきっかけが渡辺麻友さんで、で、あの好きなんですよ出会いの続きは渡辺麻友さんの曲なんですけど、あのなんかねすごいね、いい曲です、本当に大好き。そう、渡辺麻友さんがきっかけで、でゆきりんさんとかラブタンさんとか、なんか三期生さんが好きで、 AKB48 さんはチーム B さんが好きで、あ、0048大好きだった。もう0048めちゃくちゃ見てた。うん、だから本当に大好き、0048さん。0048さん、0048めっちゃ見てた。あの、0048が、の漫画が読みたかった。なんか、0048の漫画が仲良しで連載されてた時に、付録も、なんかめっちゃ AKB48 さんだったんですよ。だから、
めっちゃ仲良し飼ってたんです。この涙は君に注ぐ？捧ぐ？この涙を君に捧ぐ。めっちゃいい歌。全部いい歌。出会いの続き歌います。あのなめちゃんす、ななめなんだっけ、もうなんかねキャラクターの名前わかんない。しののめそなたちゃん、くーみんさん、そなたちゃん、わかんない、そなたちゃんだよね。かなた、かなたが姉、ね、はるきゃんさん、そう大好きだった。ぼーわーなんけぴょん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 って言って、あの肌さんが、肌さんがっていうか、あの肌さんが演じてらっしゃるキャラクターが、そなたさんに、そなたちゃんに、そのそなちうさぎさんみたいな、そしたらブブーコンヒャンでしたっていうのめっちゃ好きだった、可愛かった。はい、歌います。めっちゃ難しくない？出会いの中で続くものをて、未来のために選ばれたもの、偶然の二人を超えて一つの愛が生まれたんだ。外した思いっきり。いつもの街横断歩道をすれ違うのように、私に思い出せない一瞬だけの友達、友達もいる。出会いの中で続くものをて、理由があって惹かれ合うもの、なぜなのか気づかないまま次の約束何度も繰り返す。最初はただの知り合いなのに、次第に心許し合ってく、そんな無意識のプロセス、いつの間にか大事な人になる。ごめんなさい、めっちゃ外した。この曲めっちゃ難しいと思うんですよね、個人的に。ランキング読みます。13位、エイジさんありがとうございます。12位ユッキーさんありがとうございます。11位ピカタさんありがとうございます。10位コウタさんありがとうございます。9位マサパムさんありがとうございます。8位カミピーさんありがとうございます。7位おちてんさんありがとうございます。あ、再販で追加ありがとうございます。6位石亀のたっちゃんさんありがとうございます。5位ヨッシーさんありがとうございます。忘れっぽいおもっちさんありがとうございます。3位三井さんありがとうございます。2位アブさんありがとうございます。1位ブニさんありがとうございます。38の英語が分かんない。38アスカさんありがとうございます。というわけで、おお、あと3分だ、危ない危ない。というわけで、そうですね、現在ジバルデイズの再販があるのかな、もしよかったら名刺をお渡し会をしているので、名刺をお渡しされに来てください。あれ、私の名刺がない、私の名刺がない、やばい、名刺がない、ちょっと名刺がないんですけど、名刺を渡し会をしています。8月遠いよね、
寂しい。9と11が浴衣です。10はお揃いの服を着ます。名刺には裏にたくさん落書きをしたいと思っています。ちょっとね、整理整頓した結果がなくなっちゃったんだ。あるとは思う、そこに。でもね、ちょっとガタガタってなっちゃう。名刺を渡す会は名刺があるんですけど、先に握手して、で名刺を渡すんですで名刺の裏にサインとか落書きがいっぱい書きます。やっぱ10と11で行く人多いですよね、多分。落書きは気分次第で、何か書きたいなと思って。でもね、私も絵下手なんです。オーマイガラってやつですね。Oh my god. そう。ちょっとそう、結構お腹が平日だからね。ちょっとね。多分ね、似顔絵とかはね、多分ね、描けないからね。なんか描きます。Oh my god. なんかね、トロロって言ったら巻き舌できるらしいよ。トロロって言うとね、巻き舌できるらしい。だからトロロって毎日言って生きてる。そうです。握手して最後に名刺をこうやって渡します。というわけで、やばい、ありがとうございました。もしよかったら来てください。ありがとうございました。